中学校の頃を思い出すわね。ここでは取れそうにない。ここでは先生がスケジュールを決められます。先生を守ることが私の任務だから。この胸の奥から湧き上がる感情をどう表現すればいいのか分かりません。ただこれだけは言えます。私、先生のおそばにいられてよかったです。食べ物をおごってくれるからって別に好きになるとかじゃ、本当だって。一緒にいてくれてありがとう先生。よくわからないんです。本当によくわからない気持ちなのですが、嬉しいです。これで急ぎの案件は。どんどん。キボトスで行われるさまざまな事件の数々をシャーレに担当してほしいのです。
活躍の予定。期待しててくださいね。実戦はちょっと自信はないけど、この力は体調が悪い人たちに分けてあげられたらいいのに。実戦はちょっと自信はないけど、ただ長い話や冗長な論理よりも、もっと確かな実力が欲しいです。私もっと頑張ります。今のままじゃ満足できないんだ。お気遣いありがとうございます先生。もう始めましょうか。運動をした方がいいのかもしれません。私の実力をお見せしましょう。
よし。私が守るから。キボトスで行われる様々な事件の数々をシャーレ。ふざけてんのか！これはどう？弾け！
白いと思います。キボトスで行う。機械を扱えば扱うほど、機械に込められた優しさが理解できるようになる。うむ、意外と快適？今なら冬眠もできそう。これも全部先生のおかげです。では始めましょうか。ここに入れてたはずなのに。ここは私が守るから。ありがとうございます。戦闘モード。射程距離に入った。行くぞ。これはなんだな。さあ暴れろ。
す。もうなんかな。お願いします。戦闘モード。進ませないよ。逃げても無駄だ。驚異的な技術力。ありがとうございます。しっかり目に焼き付ける。これがミレニアムの猛獣だ。これはどうかな。さあ、どうしちゃいました。お願いします。ここは私が守るから。逃げても無駄だ。これがミレニアムの猛獣だ。あ、お願いします。間に合ったみたいですね。ここは私が守るから。大したことなかったね。キボトスで行われる様々な事件の数々をシャーレに担当してほしいのです。私が必要ですよね。そうですよね、先生。今日も熱く燃え上がりますよ。私の出番？守るから。戦闘モード。で起きたら治るよ。
さあ、修行の成果を見せるよ。これがミレニアムの猛獣だ。
戦闘モード。ありがとうございます。ローマ全身全霊でお返しします。食事の効果ですね。ペロロ様の出番です。これがミレニアムの猛獣だ。ここは私が守るから。これがミレニアムの猛獣だ。これはどうかな。ペロロ様、お願いします。これはどうかな。よいしょ。ここから先は進ませないよ。お待ちしておりました、先生。誠心誠意お仕えします。これからのお金はきっとご主人様を 100% 満足させられることでしょう。こんなに素敵なものを私に。これを私がいただいてしまってもよ。こんなに素敵なものを私に。これを私がいただいてしまっても良いのでしょうか。私の出番。もう。はっ、そっちか。
標的は消えますよ。消えた。これはどうかな。弾けろ。ちゃんと受け止めてくださいね。サンキュ。皆さん、お掃除お願いしますね。これはどうかな。全ての方に救いを。ここまで。お待ちしておりました、先生。
そんなにじっと見られたらいくら渡しても恥ずかしい。不思議だね。先生と一緒にいるとなんだか安心する。実は先生のそういう顔が好き。何も考えたくない。